諸葛亮、諸葛亮、諸葛亮、181年から234年は、中国語漢末期から三国時代の諸葛の政治家、軍師、字は、司令行為、諸葛豊の子孫、泰山軍城、諸葛慶の子、送り縄、諸葛の建国者である劉備の創業を助け、その子の劉禅の上昇として、よく補佐した、覆料、画竜とも呼ばれる。 今も、生徒や南洋には、諸葛寮を祀る武功祠があり、多くの観光客が訪れている。妻は、甲府人。子は食官に使え免畜、生徒付近で戦死した諸葛仙。孫には同じく、食官に使え父と共に、免畜で戦死した諸葛なおや、精神の甲州志士になった諸葛啓がいる。親族として樹父、叔父の余償大衆、諸葛玄、同母兄で、 呉に仕えた諸葛金とその息子の諸葛つとむ、同母帝で同じく、食官に仕えた諸葛仁氏などが知られる。一族には、義に仕えた諸葛丹などがいる。徐州老屋郡用都県、現在の山東省林義市南県が本願だが、出生地は不明。身長は八尺、五貫の頃の一尺は二十三センチメートルで八尺は百八十四センチメートル、義。 精神の頃の一尺は二十四点一センチメートルで八尺は百九十二点八センチメートルになる。その祖先は前寛元帝の時の司令行為の諸葛、豊かで、父は諸葛慶。大山軍の進む軍の副長官を務めた人物であるが、諸葛亮が幼い時に死去している。年の離れた兄には、呉に仕えた諸葛金、イボ兄説がある。弟には同じく。 職官に仕えた諸葛仁氏、他に妹がいる。まだ幼い頃、徐州から弟の諸葛仁氏と共に呪父の諸葛源に連れられ、南方へ移住する。この時の行き先について、三国史本殿では、呪、父、諸葛源は、演術の命令を受けて、与正大使に任命されるが、五官の朝廷からは主公が、与正大使として派遣され、その後、 劉氷のもとに身を寄せたとなっている。これに対して、廃昇支中に引く、検定春秋では、朝廷が任命した、予償大衆の終日が病死したので、劉氷が代わりに、諸葛源を任命したが、朝廷からは主公が送り込まれ、主公は、劉陽の力を借りて、諸葛源を追い出し、諸葛源は逃れたが、検案2年、197年に、民衆の反乱にあって殺され、 首を陽に送られたとなっている。その後、諸葛亮は、慶州で弟と共に、成功うどくの生活に入り、好んで、両夫吟を歌っていたという。この時期には自らを、冠中、学期に比していたが、当時の人間でこれを認める者は、ほとんどおらず、親友の細工になり、大衣、妻列の子、妻一氏の弟や助手だけがそれを認めていたという。また、この時期に、 地元の名士交渉彦の娘をめとったようである。これは、廃、は、昇、い、支中に引く、常用機に見える話で、交渉彦は、私の娘は、色が黒くて身にきいが、才能は君に知わせるにたると言い、諸葛亮はこれを受け入れた。周囲ではこれを笑って、広明の嫁選びを真似てはいけないと囃やし立てたという。これ以降、 不器量の娘を進んで選ぶことを、広明の余命選びと呼ぶようになった。周都の希少彦の妻は、上陽の豪族、細胞の長子であり、細胞の樹子は、劉氷の妻であるため、細胞、劉氷は、義理の字に当たる。また、諸葛亮の長子は、傍領大使の妻、樹子は、宝徳公の息子の妻であり、宝徳公の老いの宝刀も親戚である。 この頃下河北では、懸安五年、二百年に、曹操が炎章を打ち破って、覇権を主中にし、南進の機会を伺っていた。劉備は、炎章の陣営を離れて、劉表を頼り、慶州北部、新井の、河南省を南洋市、新井の県に居城をもらっていた。諸葛亮は、成功うどの毎日を送っていたが、友人の助書が劉備の下に出入りして、 諸葛亮のことを劉備に話した。人材を求める劉備は助書に諸葛亮を連れてきてくれるように頼んだが、助書は諸葛亮は私が呼んだくらいで来るような人物ではないと言ったため、劉備は三度諸葛亮の家に足を運び、やっと幕下に迎えることができた。これが有名な三個の霊影である。廃章師の宙によると、上陽記には劉備が人物鑑定家として、 有名な芝木を訪ね、芝木は、時世を知るは春潔にありとして、副領と法数、すなわち諸葛領と法等とを進めたという話が載る。また、儀略には、諸葛領の方から劉備を訪ねたという話が載っていたという。その後に、杯将氏自身の暗号として、推視表には明らかに劉備が諸葛領を訪ねたと書いてある。それなのに、こんな遺説を立てるとは、 実に、訳のわからぬ話であるとある。この時、諸葛亮は劉備に対して、いわゆる、天下三分の刑を披露し、早々、尊権と当たることを避けてまず、刑州、益州を領有し、その後に天下を争うべきだと勧めた。これを聞いた劉備は、諸葛亮の見識に惚れ込み、諸葛亮は劉備に仕えることを承諾した。これを広明の失路と呼ぶ。年。 208年、劉氷陣営では、次男の劉僧が後継となることがほとんど決定的となり、長男の劉樹は命すら危ぶ生まれていた。劉樹は、自らの命を救う策を諸葛亮に聞こうとしていたが、諸葛亮の方では、劉氷一家の内輪はもめに、劉備ともども巻き込まれることを恐れて、これに近寄らなかった。そこで劉樹は一計を案じて、功労の上に諸葛亮を連れ出し、 登った後ではしごを取り外して、諸葛亮に助言を求めた。観念した、諸葛亮は、春秋時代の進むの文庫の古事を引いて、隆起に外に出て、身の安全を図るよう進めた。隆起はこれに従い、その頃ちょうど大衆の皇祖が孫権に殺されたため、空いていた、江夏、現在の湖北省部将へ赴任することにした。隆起の兵力は後に、 劉備たちが曹操に追い散らされた時に、貴重な援軍となった。同年、劉氷が死去。その後を予定通り劉操が継ぐ。諸葛亮は劉備に、京州を取れば、曹操に対抗できると勧めたが、劉備はこれに難色を示す。間もなく、曹操が難化を開始すると、劉操はすぐさま降伏した。劉備は、曹操の軍に追いつかれながらも、手勢を連れて、過去へ逃れた。 長坂の戦い。孫権陣営は、情勢観察のため、劉氷の二人の息子への弔問を名目に、露宿を派遣してきていた。諸葛亮は、露宿と共に、孫権の下へ行き、曹操との交戦と劉備陣営との同盟を解き、これに成功した。この際、孫権から、劉余州、劉備はどうしてあくまでも曹操に使えないのかと問われ、諸葛亮は、 太陽は、生の創始に過ぎなかったのに、なおも、義を守って、屈辱を受けませんでした。まして、劉予州劉備は、王室の光栄であり、その栄才は世に卓絶しております。多くの死が警護するのは、まるで水が海に注ぎ込むのと同じです。もしことが成就しなかったならば、それはつまりは天命なのです。どうして、曹操の下につくことなどできましょうかと答えた。その後、 劉備、孫健の連合軍は、曹操軍と長江流域で対決し、勝利した、赤壁の戦い。戦後、劉備たちは、孫健、曹操の隙をついて、京州南部の四軍を占領した。諸葛亮は、軍師中老将に任命され、四軍のうちの三軍の統治に当たり、ここからの税収を軍事に当てた。この頃、 諸葛亮と並び称された宝刀が、劉備陣営に加わった。建案十六年、二百十一年、益州の劉将より、ゴトベイドの長路から国を守って欲しいとの要請が来た。しかし、その使者のノリイマサは、長将と図って、益州の支配を頼りない劉将から、劉備の手に渡すことを目論んでいた。劉備は初はめこれを渋ったが、宝刀の強い勧めもあり、 駅州を奪う決心をした。劉備は、宝刀、高忠、乗りまさらを連れて、駅州を攻撃した。諸葛亮は、張飛、張雲、劉邦らと共に、張公を訴状し、手分けして、軍権を平定すると、劉備と共に、成都を包囲した、劉備の入職。建安十九年、214年に、駅州が平定されると、諸葛亮は、軍師将軍、 諸佐将軍富士となる。劉備が外政に出る際には常に、政党を守り、兵団を支えた。またの利政、劉派、李源、遺跡と共に、職の法律である、職家を制定した。その後、劉備は曹操に勝利し官中を領有したが、慶州の留守をしていた関羽が、呂蒙の策に殺され、慶州は尊権に奪われた。劉備の養子の劉法が猛立つ、猛達。 新忠氏の裏切りにより、曹操軍に敗走して、生徒に戻ってくると、劉備は劉邦が、関羽の援軍に行かなかったことと、猛達の軍学隊を没収したことを責めた。諸葛亮は、劉邦の豪勇さは、劉備死後に制御しがたくなるだろうという理由から、この際に、劉邦を除くように進言した。劉備は、その提案に従い、劉邦を自殺させた。年。 220年には曹操が死去し、その子の曹儀がついに五官の検定より前兆を受けて、義王朝を建てた。翌年、劉備はこれに対抗して、生徒で官儀門を称して、即位して、職官を建て、諸葛亮は上昇、六昇所持となった。劉備が学へ進軍を計画し、この戦いの準備段階で、張飛が部下に殺されるという事件が起こり、 諸葛亮は長飛がついていた、司令行為を兼務する。この戦いは最初は、順調に行き、途中尊権は、領土の一部を返還して、和睦を行おうとしたが、劉備はそれを聞かず、陸村の作戦にはまり大敗に終わった、医療の戦い。この戦いの後、諸葛亮は、方向自家、の政さが生きていれば、主張、劉備を抑えて統制させたりはしなかっただろう。 たとえ統制したとしても、このような危機にはならなかっただろうにと嘆いた、のりまさは、原案25年、220年に死去している。劉備は、失意から病気が重くなり、逃げ込んだ、白定常で、勝負3年、223年に死去する。死去にあたり劉備は、諸葛亮に対して、君の才能は、総費の10倍ある。きっと国を安定させて、 最終的に大事を果たすだろう。もし我が子、流禅が補佐するに足りる人物であれば補佐してほしい。もし我が子に才能がなければ迷わず、君が国を治めてくれと言った。これに対し、諸葛亮は涙を流して、私は思い切って手足となって働きますと答え、あくまでも流禅を補佐する姿勢をとった。また、劉備は臨終に際して、諸葛亮に向かい、馬食は、 言葉だけで実力が伴わない。ゆえに、重要な仕事を任せてはいけない。君はそのことを忘れずになと言い残した。劉禅が定位につくと、諸葛亮は、竹里子、海府知事、益州志士になり、政治の全権を担った。諸葛亮は孫権が、劉備の死去を聞けば多分威信を抱くだろうと深く、心配していたが、東芝を派遣して孫権との友好関係を整え、 尊権は、儀との関係を断ち、諸と同盟し、長音を派遣して返礼させた。さらに、儀に対する北伐を起とする。儀は、諸葛亮が実権を握ったのを見て、花、王、明、陳軍、元は同族の諸葛明らら交が、相次いで、幸福勧告の手紙を送りつけたが、諸葛亮は、返事を出さず後に、正義を発表し彼らを批判した。益州南部で、 要、甲ただしらが反乱を起こすが、諸葛亮は、県挙三年、225年に、駅州南部四軍を閉廷。この地方の財物を軍事に当てた。この時、十七金の古事があったとも言われるが、本殿には見えない。詳しくは、毛絵の孔を参照。県挙五年、227年、諸葛亮は北伐を決行する。 国抜に当たり上層した水死表は名文として有名であり、これを読んで泣かないものは不中の人に違いない文章規範の標語と称賛された。同年に待望の実施、諸葛戦を設けた。義を攻める前年、諸葛亮は以前に降伏した新城大衆の毛達を再び食人営に引き込もうとした。毛達は義に降った後、早期に徴用されていたが、 県究四年、226年の葬秘の死後は立場を失い、危うい状況にあった。諸葛亮はこれを知ると毛達に手紙を送り、毛達の方も、返書を出した。さらに新た氏の残念や芝居の疑惑を恐れた。毛達は、義に反乱を起こそうとした。しかし毛達は、芝居の吸収を受けて打ち取られた。翌年、228年春、諸葛亮は、 漢中より儀へ進行した。義延は、自らが別道大の兵一万を引き、諸葛亮の本体と同艦で合流する作戦を提案したが、諸葛亮はこれを許可しなかった。義延はその後も、北伐のドニコの作戦を提案するが、いずれも諸葛亮により退けられている。諸葛亮は、縮小の長運をおりに使って、美を攻撃すると宣伝し、 宋心がそちらに向かった隙をついて、義の西方の領地に進軍した。この動きに、南安、天水、安定の三軍、いずれも現在の甘縮省に属するは、職に寝返り、老政まで進出したが、老政大衆の勇素は抵抗すると、すぐ軍を引いた。これに対して、義の明帝宋英は、長を派遣したが、諸葛亮は、戦略上の領地である町帝の守備に、 かねてから才能を評価していた馬職を任命していた。しかし馬職は、廃下の大平の還元を無視して山上に布陣し、町により山の下を包囲され、水の供給源を断たれて敗北した。蝶雲も宋心に敗北し、宋心と蝶圧三軍学会へ進軍した。進路の確保に失敗した職軍は、全軍撤退を余儀なくされた、町邸の戦い。撤退時に、諸葛亮は、 西県を制圧して千余屋を職に移住させた。撤退後、諸葛亮は馬職らを処刑したほか、泣いて、馬職を切るの語源、長運を降格し、また、馬職の逃亡を目認した向井明を免職にした。自らも位を三階級下げて、右将軍になったが、引き続き上昇の職務を執行した。同年冬、諸葛亮は再び北伐を決行し、その際、 公室指標を上層したとされるが、偽作説が有力である。二度目の北伐では、鎮層上を行為したが、総心が新航路を想定して、城の強化を行わせていたことや、首相の各アキラの奮戦により、二0日余りの包囲した、あと、食料を不足により撤退した。撤退時に追撃してきた、儀進大総を打ち取っている、鎮層の戦い、 翌年、二百二十九年春、第三次の北伐を決行し、武将の陳式に、武と影平の両軍を攻撃させた。陽州志士の各順が救援に向かうが、諸葛亮が退路を立つ動きを見せると撤退したため、陳式は、無事に、武と影平の二軍を平定した。この功績により、再び上昇の地位に復帰した。謙虚九年。 231年春2月、諸葛亮ら職軍は、第四次の北伐を行い、義の岐山を包囲すると別動隊を北方に派遣したが、長ら義軍が、略備まで進軍してくると、岐山まで後退した。芝居が率いる義軍は、岐山を解放するために、芝居が諸葛亮の軍を、長が大平の軍を攻撃したが、撃退された。職軍は、 局地的に勝利したものの長雨が続き食料輸送が途絶えたため撤退した。撤退時に芝居に追撃を強要された超副兵を用いて射殺している。食料輸送を監督していたリタイラー・リ w ワオから解明は、両末の不足を伝えて諸葛亮を呼び戻させる一方、軍が帰還すると、食料は足りているのになぜ退却したのだろうかと驚いたふりをして、 責任転嫁を図ろうとした。しかし諸葛亮は出生前後の手紙を提出して、李大羅の矛盾を正したため、李大羅は自分の罪を明らかにした。そこで彼を庶民に落としてる罪にした。検挙十二年、234年春2月、第五次の最後の北伐を行った。諸葛亮は飛んでんを行い、時給戦の構えを取って、五条原で、 芝居と長期にわたって退陣した。しかし、同時に出撃した呉軍は慶州及び、合飛方面の戦いで義軍に敗れ、芝居も防御に徹し、諸葛亮の挑発に乗らなかった。諸葛亮は病に倒れ、秋八月、三国審議では八月二十三日、陣中に没した、五条原の戦い。去年五十四、諸葛亮の死後、蜀軍は退却した。 この時、木のべは、洋忠氏の指揮下に入ることを拒否して、争いを起こしたが、結局、洋忠氏に殺された。食軍が撤退した後、芝居はその陣地の後を見分し、天下記載なり、天下の記載なりと共担した。諸葛亮は、自身の遺言により漢中の帝軍山に葬られた。墳墓は、山の地形を利用し作り、棺を入れるだけの小規模なもので、 遺体も着用していた衣服を着せたままで、服装品は一切入れないという質素なものであった。諸葛亮が死去したとの報を聞いた、李玄、李平は、もうこれで、官職に復帰できる望みはなくなったと嘆き、ほどなく、病を得て死去した。同様に、平吉へ追放されていた両立も、彼の死を知るや、私は、結局万民になってしまうだろうと嘆き涙を流した。 諸葛亮の死の直後、各地で霊廟を混流したいという願いが出たが、朝廷は霊の制度に背くとして許可しなかった。また後に、生徒に諸葛亮の廟を混流すべきだとの意見も提出されたが、竜禅はこれを許可しなかった。しかし、民衆や異民族は、季節の祭りを口実に諸葛亮を路上で勝手に祭ることが後を絶たなかった。結局、周隆氏。 向井光の上層を受け、慶応六年、二百六十三年に、生徒ではなく美二病が混流された。義の紹介は諸に進行した際、諸葛亮の墓の採祀を行わせた。三国史の戦者の陳述の表では、時代に合った政策を行い、公正な政治を行った。どのように小さい善でも称せざるはなく、どのように小さい悪でも罰せざるはなかった。多くの事柄に精通し、 建前と事実が一致するか調べ、嘘偽りは死賀にもかけなかった。皆所活量を恐れつつも愛した。懲罰は明らかで公平であった。その政治の才能は、冠中、商家に匹敵すると最大限の評価を与えている。しかし、その一方で、毎年のように軍隊を動かしたのに、義への北伐があまり成功しなかったのは、応変の省略。 臨機応変な軍略が得意ではなかったからだろうかとも書いており、政治家として有能であったと表しつつ、軍人としての評価については概当するに止まり、やや言葉を濁した形になっている。また、三国史に収録されている諸葛詩集目録で、陳樹らは、諸葛亮は、軍隊の統治には、優れていたが、秘策はそれほど得意でなかった。 諸葛亮の際は工業を成した艦中、昇下に匹敵した。では、敵の方が兵数が多く、漢、昇の同僚である王子城保、関心のような名称もいなかったため、北伐は成功しなかったであろうか。そうではない。義に対する北伐が成功しなかったのは天命であり、陣地が及ぶところではなかったのだと評している。 諸葛亮が奇策を用いなかったことについては、古来より兵を出して、奇械を使わず危険を犯さず成功した者などいない。諸葛広明の傭兵は奇械を使えなかったところに、欠点がある、広明に功を挙げられないのは、そもそも予想がつくことであり、中達を必要とすることもない、大胸型、独死称語など批判する意見も、ある一方で、など、様々に擁護する意見もあり、 賑やかに二論が行われた。陳寿の表について、彼の父が諸葛亮によって処罰されたため、評価を厳しくしたのだという説が、新序陳寿伝にある。詳しくは、陳寿陳寿への避難の項を参照。前述のほか、後世に至るまでの票を挙げる。宋代には、説三部と呼ばれる三国時代を題材にした講談が、民衆の間で人気を博した。 講談の台本として現代に作成されたのが、三国志平和である。その中で、諸葛亮は豆をまいて、兵を作り、風を起こして、雨を降らせるなど新鮮として描かれている。また諸葛亮は、農民出身とされた。小説、三国志演技の中で、その名前を字で記載されているのは、玄徳、劉備と、広明、諸葛亮のみである。このか関羽も、字の、 運潮や、観光などと呼ばれて、関羽と記されることはない。諸学期巻二十五に引く五輪では、諸葛亮が白い腰に乗り、葛金をかぶりは扇を手に軍を指揮したと描写されているが、三国支援儀ではさらにイメージが膨らまされ、輪金をいただきは扇を手にして四輪車に乗り、寄進や天候をも操り、敵の意図をすべて事前に察知し、天文を持って、 人の生き死にを知ることができるといったほぼ完璧な人物として描写されている。この描写については批判もあり、路人などは人物描写に至ってはすこぶる欠点がある。劉備を温厚な人格者として表現しようとして、むしろ偽善者じみているし、諸葛亮を知恵者として表現しようとしてむしろ化け物、じみてしまっていると述べている。 諸葛亮の自責に関して、三国志と演技との主な相違点を挙げる。三国志諸葛亮伝では、諸葛亮は想像力があった。諸葛亮の言葉、布告、書簡、上層文には見るべきものが多くあったと、諸葛亮の創造性と文才を高く評価している。諸葛亮の著作としてはもちろん、推師表が最も有名である。また随所によると、論前漢字一巻。 食上昇、諸葛良船がある。監視などは全く残しておらず、その他の文章もすべて政治的なことに関する文章である。三国志中に引用されているものとして、推薦表の他には、王明らの幸福勧告への反論、正義、利言を弾劾する表、両立を弾劾する表などがある。諸葛良の文章を陳寿が編纂した、諸葛良州。 また同じく旧職の真珠領も諸葛領収をまとめていたが、いずれも現存していない。皇室指標は、三国史本殿に見えず、呉の長言の著作、目記に収録されていたものが、関心春秋に引用され、それをさらに、廃章史が、この上表文は諸葛領収には見えないと中記した上で引用している。この文章は228年に書かれたもののはずだが、 翌229年に死去したはずの長雲がすでに死んでいるという記述があるなどの疑念により、後世の偽作という見解が多い。また、三国史諸葛亮伝によれば、諸葛亮は兵法を応用して、八陣の図、八陣図、軍将図、八家の陣とも、を作成したが、ことごとく要点を掴んでいた。リマモ公文体では、唐の名称、李性の六家の陣は、 諸葛亮の八陣の法を参考にして作られているとしている。三国支援議では諸葛亮は標法二十四篇を死の直前に脅威に託している。また宋代には諸葛亮行標法諸葛亮荘園など諸葛亮の名を冠した義兵法書の署名が散見する。諸葛亮は発明家でもあり、以下のようなものが諸葛亮の発明であるとされる。 三国史諸葛亮伝にも諸葛亮は連発式の石弓、元恵比寿、金牛、龍馬を開発したと記されている。なお諸葛亮が南蛮征伐の際人頭を祭るという現地の風習を廃止させるため人頭の代替食品として小麦の練り物の内部に肉団子を包み込んで人頭に見立てたものが饅頭であるという話があるが、これは宋代の類書 自物、のり原に、小説に、曰くと前置きして惹かれている話である。中国には、諸葛亮の子孫が集まったとされる、諸葛八家村が、石膏小蘭刑市諸葛地にあり、住民の多くの姓が、諸葛となっている。近年になって、諸葛亮の家系図、彼らの先祖は、諸葛亮の孫の諸葛系の家系とされるが見つかるが、 諸葛亮自身も1800年も前の人物であるので、実際に彼らが諸葛亮の子孫なのかどうかは、家系図以外に実証する資料がない。諸葛亮が伝来させたという文化をよく守り、諸葛八家村は中国から文化財として指定され、観光地としても有名である。陳の蝶、諸葛ただし武功文集によれば、諸葛ただし、諸葛仙の子という孫がおり、小島木一、 雑記、また諸葛懐という息子、諸葛家という娘と老いの諸葛望む、諸葛仁氏の子がいたとされる、小島木一、朝新漢記。諸葛家は生徒近くの同館で修行して、ついに仙人となって昇天したという。しかし、歴史学者の長隆氏によると、長が記した、諸葛一族は、後世の創作であろうと指摘している。楽しく、ご覧になりましたら、 朗読と良いです。クリックしてください。